サンパウロ、世界で最も有名な娼婦は2011年のブラジルの電気映画。客との性関係を赤裸々に紹介したブログで、世界的に有名になったブラジルの娼婦、ブルーナスリーフィスチニアこと本名、ハケウパシエコの自伝、オードスベネーノドゥエスコルパを、王、ディアリオデウマガロータでプログラマを原作としている。日本では劇場未公開だが、DVD が発売されている。 18歳、ハイスクールで学ぶ、主人公ラクエルは、ある日学校で人気者の男子学生に声をかけられ、家に行ってしまう。そこでフェラチオを強制されたため、怒って帰ったところ、フェイスブックから、行為の写真を、学校中にばらまかれてしまう。育ての親には愛されていたが、何かと理由をつけて見下す兄とソリが合わず、学校にも家にも居場所がなくなったラクエルは、夜中に家を飛び出し、 そのまま召喚に住み込みの契約で勝負となる。源氏名はブルーナ。最初の客が彼女をバックで犯したとき、彼女は自分の中の自分を殺した。気に入った客についてはお金を取らなかった。若くナイスバディで客を差別しない彼女がトップの勝負になるのに時間はかからなかった。勝負の中にはいろいろな事情を抱えた者がより集まっていた。 コカインに溺れる者、金品をくすねる者、息子を抱えた者、中には後に彼女の親友となるガブリエルもいた。彼女の魅力は運転免許証の提示を求めてきた警官さえ落とすほどだった。それらの自信が彼女を高慢にさせ、ある日支配人が麻薬の小袋を持って怒鳴り込んできた時、外でも自分なら一人でやっていける自信を持つ彼女は、 商婦仲間をかばいコカインの所有者が自分であると告白してしまう。彼女はその場から追い出され、彼女について辞めたガブリエルと共に、商婦の自営業を始める。賢い彼女はブログで客集めを始め、マネジメント能力に長けたガブリエルと彼女は人気の店を築き上げていく。ありがとうございます。